和歌山、根ゴ寺大伝報堂手前から、尊傷仏長、大日如来、金剛を去った尊傷仏長、本明、ビキラの主任者は、如来の肉たぶさを神格化した仏の一種、仏長尊の一孫である。三枚あがたは、読書ばり、趣旨はコロン。本明に含まれる、ビキラなどは、サンスクリット語で、撒き散らす、振り乱すの意味。その霊言をもって、あらゆる在合。 障害などを粉砕する様を表現したものである。ここから、序章仏頂、ステジョ仏頂、サイハー仏頂、サイサイ仏頂などとも呼ばれる。その姿は、大蔵会、マンダラ社会院では、送信具を身につけた菩薩型で、右手は中指と薬指を曲げて、胸に当てる。左手はレンゲを持ち、その鼻の上に読書針が乗っている。一方、 尊称仏頂曼荼羅では、菩薩型で両手を定員の印相にし、その上に読書針の乗った蓮華を持つ。尊称仏頂に捧げられたダラにとして、仏頂尊称ダラにが知られる。これは、唱えることによって滅罪、生前、即歳延命などの利益が得られるとして、日本でも古くから知られ、多くの霊言談が残されている。 特に百鬼夜行に巻き込まれた場合、このダラニを唱えたり書き記した五符を身につけることによって難を逃れるとされ、根弱物語集などにその様子が記されている。汎用音、ナウボバギャバテータレールキャハラチビッシュダヤボーダヤバギャバテータニャタオンビッシュダヤビッシュダヤサマサマサ,マサンマンタババシャソハランダギャチギャガナウソハバンバビシュデーアビシンシャトマンソギャタバラバシャナウアミリタ 微生形マカマンダラハダイアカラアカラ。アユサンダラにシュダヤシュダヤギャニャナウビシュデウシュニシャビジャヤ。ビシュデイサカサラアラシメインソジテイサラバタターギャタ。バロキャニサタハラミタハリホラにサラバタターギャタキリダヤ。ジシタナウジシュチタマカボダレイバザラキャヤソーカタナウビシュデイ。サラババラダバヤドラニアチハリビシュデイ。バラチニバラタヤアヨクシュデイサンマヤジシュチテイ。マニマニマカマニ。 タタータボタクチハリッシュデービソホタボージシュデーシャヤシャ、ビジャヤビジャヤサンマラサンマラ。サラバボダジシュタシュデーバジリバザラギャラベー、バザランババトママシャリランサラバサトバンランシャ、キャラハリビシュデー。サラバギャチハリッシュデーサラバタターギャタシッシャメー、サマジンバサエンドサラバタターギャタサマジンバサジシュチテー、ボウジヤボージヤビボージヤビボージヤボーダヤボーダヤ。 ビボーダやビボーダやサンマンダハリッシュデーサラバタターギャタ、キリダヤジシタナウジシチタマカボダレー、ソワカ。ボンブン、ナモバガバーテトレイラーキア、プラティビジスターやブーダやバガバーテ、タット、ヤサオムビサーダやビサーダやサマーサマサマンタベイバッサ、スファーナガジガハナスバババ,バビジアット、ビショニャコトゥーマム、スガートバーラベイコナムライトブヒシャッカーマファー。 マントラパデヤアーハラアーハラ、アサンダラニー、ソダヤソダヤ、タカナ、ビジアットアシュナイシャビジャヤ、ビッシュド、サハスララスミー、サムクーディットサーバ、タターガテイブローコニーシャット、パーラミターパリプーラニーサーバタターガタ、ライデヤデスターナリシュチット、マホムドリー、バジラカーヤサムホタナビジアット、サーババーナバイアダーガーティ、プリビスド、プラットニバルタヤ、サドサマヤリシュチット、マニマニマハーマニ、 タタアターブータコチ、プリズド、ビスプータブーダサド、ジャヤジャヤ、ビジャヤビジャヤ、スマーラスマーラ、サーバブーデリスタラ、サド、ベダーソリー、ベイジリガル、ブベイジラムベバートママサリロム、サーバ、サトバナムサ、カーヤ、プリビスド、サーバガチー、プリズドサーバ、タタガターッサミーサマスバセヤント、サーバタタガタ、サマスバセディシュシット、バットヤバットヤ、バイブードヤバイブードヤ、ボダヤボダヤ、 バイボーダヤバイボーダヤ、サマンタプリズド、サーバトタターガタライディアディクホナディッシュシータ、マホムドリー、ソワカ、タンジュ、新シシュオンボロンソワカオンアミリターユダディソワカオー、ビチャームエスビーチェ。オー、アマルタイワ、だってエスビーチェ。ありがとうございます。